動画をご覧の皆さん、こんにちは。高校生にもわかる社会的企業入門講座、あなたも社長を始めませんか。今回も社会問題解決業の澤谷明弘さんのお話を伺っていきます。澤谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマがですね、日本から世界を変える新技術、セルロースナノファイバーとは、日本から世界を変える新技術、セルロースナノファイバーとはという新しいテーマでやっていくということなんですけれども、はいはい、セルロースナノファイバー、これあんまり聞いたことないんですけど、まあ、知らない人が多いですね。そうですよね、はい、セルロースナノファイバーってなんかカーボンナノチューブ的な、うん、なんかなんですかね、あの炭素をいっぱい重ねて、そうそうそう、なんかテニスのラケットとかに使われているよって、うん、それはなんか聞いたことあるんですよね。なんかそれも炭素を新しく、うん、元素レベルで原子レベルでなんか改良ができるからできた新技術だって聞いたことあるんですけど、はい、セルロースナノファイバーってどんなものなんですか。結局あの未来を考えると、はい、今のテクノロジーとか、まあ、素材含めてね、はい、あの様々変わっていくわけですよ。そうですね、猛烈にこれから、はい、それが社会にものすごい影響力を与える。はい、その一つとしてセルロースナノファイバーとは日本で生まれた技術ですね。ああ、日本で生まれた技術なんですね。うん、それでね、作り方はまあいくつかあるんですけど、はい、このセルロースナノファイバー、簡単に言うとですね、はい、藤本さんの髪の毛1本あるでしょ、はい、この太さ、はい、これをですね、1万分の1くらいに削ぐ技術、髪の毛を1万分の1くらいに削ぐ技術。そう、めっちゃ細いですよね、もともとこれ 0.1 ミリぐらいですから、それをさらに1万分の1くらい、1万分の1ですよ、ナノメートルの世界に、すごいですね、はい、はい、分解するわけですよ。分解すると、でそうするとこれって紙、はい、紙のあのこれ紙ってせあの木ですよね、木の繊維ですよね、木のパルプで作られてます、ね、作られてますね。ね、これはビリビリっとこう破れるじゃないですか、はい、紙って、はい、ビリビリってあのなぜ破れるかというと、ただこれは紙すきみたいにして繊維を重ねてるだけなんですよね。紙の繊維を重ねてるだけだからすぐ紙が破れる、ね、そうすると力でこう引っ張るとそれが離れるわけ ね、うん、そ, うですね、それが破れるという話ですよね、はい、ところが髪の毛1本を1万分の1の細さにしてしまうと、くっついた時にですね、もう離れない。はい、あ、そうなんですね。離れない。でそうなるとこの強度、はい、どのくらい、人間の手なんかとってももう裂けない、うんうん、鉄の5倍、鉄の5倍、うん、はい、鉄の5倍の強さ、すごいですね、はい、はい、それから軽さ、鉄の5分の1、鉄の5倍強くて、鉄の5分の1の重さ、すごいですね。完全にもう未来の新素材だよね。そうですよね、すごいでしょ。すごいですね。これ強いってことは、例えば車の車体、今鉄ですよね、うん、それを使ってたり、前言ってたあのテニスのラケットとか、あるいは建物とか、はい、そう、鉄骨ね、鉄骨ですか、うん、はい、線路なんか鉄骨は、はい、鉄より強いんだから、鉄より強い、摩耗しないよね、はい、うん、ただこれ紙だから水に弱いっていう部分は、はい、あ、今の段階だと水に弱いよっていうところがちょっとデメリットですけども、この防水の技術も当然合わせての話、はいはいはい、そうするといろんなものが今鉄とかそういうものを素材で作られているものがこの素材に転換していく、うんうん、世界的に、なるほど、そこの可能性はものすごく多い、なるほど、はい、当然それは例えば水をどうするんだ、またあの燃えやすさをどうするんだみたいなところは当然まだあるとは思うんですけれども、それは多分技術もうちょっと乗り越えていけるだろう、いきます、はい、ところ雑草でも、雑草、うん、あの米を買った後の藁、あ、ありますね、藁、あれも、はい、木ももちろん、はいはい、こう繊維であれば何でもいいんですね、繊維だと何でもいいんですね、何でも OK、 うーん、でそういうものって日本国中にたくさんあるじゃないですか。そうですね、これ全部宝の山になるわけね。あ、例えばそうですね、農作業で収穫し終わった後の稲の藁であるとか、うん、あるいはまあ雑草とか、例えばよくですね、札幌市でもなんか月1回ぐらい、枝とかを捨てる日がありますよね、うんうんうん、あれも全部例えば資源になるわけです。資源、すごいですね、はい、いや素材はこれ例えば木とか草とかそういうものが全部素材になる、なります。あ、そうなんですね、はい、でも北海道は今ね、ちょうど高橋氏にもよく言うように、はいはい、戦後植えた木、はい、これがね、今ちょうど収穫期に入ってるんです。なるほど、終戦後に、戦後に北海道の山に植えた林業ですね、うんうんうん、林業で植えてる木がちょうど刈り頃になってきていると。そうで、これがですね、すごいたくさん量ありますから、はい、あのセクロスナノファーバーに変えると、はい、いろんなものに作り変えられるじゃないですか、はいはい、僕はもう個人的にはこれは
あのゲル状にして、はい、3D プリンターのインクにしたいと。あ、 3D プリンターのインクにしたい。あ、すごいですね。そうするとコンピューターで設計してデザインして、はい、あとはもうあの 3D プリンターに任せるとガー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 動いて、うん、その立体構造物を作る、うんうんうん、そうするとそれがものすごい強度。そうですね。今あれプラスチックとかで作ってますもんね、はい、それがあのカーボンセルロースナノファイバーという強い素材になると、まあ、それで家が作れたりとか。そう、面白いですね。でそういうやっぱりね、インクを作ってみたいなとは思ってますね、うんうんうん、ただこれがですね、いろんな人にお話しするとね、あの別に日本国中どこでも作れるよと、はい、要するに北海道と限定する必要ないんじゃないなるほど、ということなのね、はい、よくそういう話出ます、はい、でね、僕がなぜ北海道がこれからいいかっていうことは、うんうんうん、今あのアジアにその日本全体が行ってるわけですよね。アジアが成長してるから、アジアでビジネスをやりたいという日本の企業とどんどん行く、うんうん、でこうなると九州が一番近いんですね。ああ、そうですね。だからやっぱり地の利で今九州、福岡なんかすごいあの元気がいいわけじゃないですか。例えばあのユニクロの服とか、あれはベトナムだったり中国で作ってるわけですよね、うん、国内工場っていうのを全部中国やベトナムとかに持っていたと、あるいはフィンランドに、あのフィリピンに持っていたと、はい、でそれを輸出する関係上どうしても、まあ、九州特に博多が発達するよってことですね。そうでね、この時に、はい、これ地球儀ここにありますけどね、はい、もうちょっと上の方に、はいはい、地球儀、はい、ありますね、はい、地球儀ありますね、はい、これで今日本列島がこうあってですね、はい、一番上の北に、はい、あの北海道がありますよね、はい、ここかな、まあ、あの日本列島があって、日本列島があって、そのてっぺんに北海道がありますね。それで今、ロシアのプーチン大統領が最近よく言うのは、北極海がもう凍らないと、はいはい、そうすると通年で船が行ったり来たりできると。なるほど。これはロシアにとってそのお金稼げるところですよね。通行料、うん、パナマ運河を通行料取るのと同じですから、はい、ロシア の, その沿岸をですね、行くとどこ行くかというとですね、ヨーロッパダイレクト行くんですよ。ヨーロッパダイレクトで行くんですね、はい、でこの地球儀見るとですね、日本からアジアの方向かってアフリカ行くとすごい距離です。そうですね、はい、でそのアフリカを回って上上がっててヨーロッパって言うと、これはもう全然ヨーロッパ の, あのマーケットというか、まあヨーロッパにその他で作ったか、仮にナノセルロスナノファイバーを製品化して持っていくと、コストはものすごい時間かかる。これ飛行機とかだと、もっと例えば輸送コストもかかっちゃいますよね。船だったらまだあの大量に運べるから安くなるっていうところで、船の話だと思うんですけども、でそうなると北海道がロシアの沖沿岸を通ってヨーロッパに入るということになると、すごい近いですよ、地球儀で見ると。確かにそうですね、はい、でそうすると日本の積み出し港で集約できるのは苫小牧とか釧路とか、はいはい、この辺の港に集めて、はい、全国で作ったものを集めて、はいはい、そこから船に乗せてあのヨーロッパ、うんうんうん、にまたはそのヨーロッパから抜き抜けて北米のニューヨークの方に回すことができますよね。そうですね。それも北極から日本のとこ、北海道から、アルイシャのところを通って突き抜けてグリーンランドの下がると、もう南米に行っちゃうんですね。なるほど。今まで使えなかった北極海を使うというのが今なんか使えるようになってきていると、まあ、地球温暖化のせいででもあるんですけども、北極圏を全部いつでも通れるようになっていると、冬でも。でその技術を使えば北海道、日本、東京から出た船が北海道の苫小牧か釧路に寄って、そこから、あ、そうですね、カラフト半島の方を行きながら、まあ、ロシアの脇を通って北極海を通り、そしてヨーロッパに行く、うん、あるいはそこから南米に行く、そういうのは可能になってるんですね。面白いですね。今ね、あの日本の船舶会社のビッグスリーっていうと、日本郵船、はい、日本郵船、うん、それから商船三井、商船三井、それから川崎、川崎ありますね。これビッグスリーですね。これがビッグスリーって言われてますね。はい、世界のランキングで見ると、そのこのビッグスリーはどの辺にランキングしてるかというと、はい、トップ10の本当ギリギリ、あ、一社が入る程度です。あ、そうなんですか。うん、それでトップはね、オランダの会社です。うーん、第2位はスイスの会社。あ、そうなんですね。でここの会社が圧倒的に世界強いんですね。はい、で両方ともあれなんですね、そのヨーロッパですよ。ああ、そうですよね。でそうなると
今言ったようにその船の航路を持っているのは実はヨーロッパ勢なの。なるほど。日本勢ではないんだよね、はい、うん、だからねそういうことも考えても北海道の地の利を生かす、うんうん、今この森林、あの森林資源を使うセルロースナノファイバーで製品化してそれをその世界に輸出するという、うんうんうん、そうなった時に北海道というあところが非常に有利だと思いますね。うん、これ一つセルロースナノファイバーという部分であの今日お話ししましたけど、はい、多分もっとインパクトがあるのは量子コンピューターだと思ってます。量子コンピューター、ああなんか今もそれ話題になってますね。そうでしょう、はい、あの数量の量、はい、子供、はい、書きますね。量子コンピューター、これはなんか今のパソコンコンピューターより圧倒的に速いというので、うん、なんか話題になってますよね、はい、これ、はい、なぜ話題になるか井上さん知ってますか。システムがちょっと他のパソコンよりも優れてるというか計算処理が圧倒的に速いっていうのは聞いてるんですけれども、うん、はい、要するにねこういうことなんですね、はい、今のパソコンってあのこうコインでいうと裏表、うんうんうん、でスイッチでいくとオンオフ、はいはい、0と1、はい、このオンオフを0と1にしたものですよね、はい、でそれをずっと64桁くらいまで並べて64ビート、うんうんうん、で64桁くらいまで並べてこれはアとか、うんうん、これはイとか、はい、中の数字が1個変わるとそういう意味付けしてるわけ、ね、そうですね、それを動かしているというコンピューターの仕組みですよね、うんうん、0、1の2進数のやり取りによって、うん、演算したり処理したりしているのが今のコンピューターですよね、はい、量子コンピューターちょっと違うんですね。これねコインをね、わかりやすいコインなんですけど、はい、コインを45度くらいに傾けた時、はい、それで少し方向を変える、はい、位置を変える、はい、でそうすると意味が変わってきますよね。そうですね、あの光が当たった時の面積の量が違ってくるわけ、はい、それによって意味が変わってくるわけね、はい、そうするとこれってかなりの少し動かすだけでさっきの0、1、2数ではない、うんうん、たくさん あのこう意味付けができますね。なるほど、うん、意味合いっていうと量子コンピューターは0と1だけじゃない、その間をいろいろ入れることができると。そうです、つまり計算がちょっとより速くなるよっていう、うん、僕らは受信法を使ってるじゃないですか、はい、0から10までね、はい、それよりもっと増えるということです。なるほど、でそれもほとんど少し動かすだけで全部それができる、まあ、もうそれに光が当たって光コンピューターでもあるわけだから、はい、高速なんですよ。もう従来今我々使っているコンピューターとは全く別物、今ので十分速いと思うんですけど、それでももっと上があるわけですね。全く別物ですね。うん、であと来年再来年には 5G という今の通信システムが、はい、これまたもう何倍にもなります、ね、あ、そうなんですね、うん、でそれこそ映画1本、はい、あれが何秒でもうダウンロードできるんです。おお、すごいですね。あの何ギガもあるものが数秒で、はい、今めっちゃ大変です。この動画をアップするのも結構時間かかってますからね、はい、そんなの瞬時ですね。うーん、そういう今2つ大きなあのこうテクノロジー、はい、これらが今の量子コンピューターがどんどん進化してですね、小さくダウンサイズしていく、うん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 、この影響力ってものすごく大きいです。そうですね、はい、それとセルロースナノファイバーみたいな新しい素材、うんうん、素材革命が今起きてる。なるほど、いろんな意味でね、はい、これがもう我々の生活も仕事も一変させてしまう、うんうん、ロボットの進化もこれによってもう今考えられてるロボットではない。なるほど、じゃあ全く違うロボットというか今の限界を超え、はるかに超えたロボットができるかもしれない。そう、さっきのセルロースナノファイバーで、はい、モーター作ってその関節とかやった場合、はい、軽いじゃないですか。確かにそうですね、我々はロボットを抱えて歩くこともできるんですよね。お、今鉄だったら重くてとってもそんなことできないよ、ね、鉄重いですから ね。そうですね、そういうふうにあのできる、うんうん、なるほど、そういう夢のような新技術ですね、まあ、今回量子コンピューターとしてセルロースナノファイバーという技術をお話しました。これどちらも日本で結構研究進んでるものなんですよね。そうです。ということは例えば今日本の結構産業結構衰退気味だというふうに言われています。でもそうじゃなくて実はそれが今回、まあ、その北極圏の輸送の話がありましたけれど、また新たに元気になるかもしれないというそういう夢のような可能性のお話が出ていました。そうなることで例えば北海道もっと元気になるかもしれないし、まあ、それをぜひやっていきたいなというふうに思っております、はい、今回日本から世界を変える新技術セルロースナノファイバーとはという内容でお話し差し上げました。佐賀さんどうもありがとうございました、はい、どうもそしてご覧いただき大変にありがとうございます、はい。